見るだけ観光リサーチ梅田スカイビル。未来の凱旋門のようだとも形容される大阪駅の近くにある巨大な建造物があるのを知っていますか？これが大阪のランドマーク梅田スカイビル。地上40階の東西の2棟をつないだ高さは173メートルの超高層連結ビル。オフィスをはじめ展望台やレストラン、ショップなどを兼ね備えた複合施設です。3階から35階までのエレベーターはシースルーエレベーター、35階から39階まではシースルーエスカレーターに乗ることができます。近未来的でちょっとテンションが上がります。39階までは無料で来ることができ、レストランやバー、ショップなどがあります。ちなみに中華レストランスタングーはこんな感じでした。口コミの評価が高いだけあってめちゃくちゃ美味しかったです。景色も最高でした。39階でチケットを購入し、40階の屋内展望台へ。夜は薄暗い中、カフェバーや雰囲気のある空間でゆっくりと絶景を眺めることができます。そして屋上展望台へ。大阪の大都会を一望できる夜景はさすがに感動ものでした。ぐるっと360度見ることができ、ビル群や街並みだけでなく昼には山々を見ることができます。冬に行くとえげつなく寒いので防寒はしっかりしてくださいね。ちなみにスカイビルの地下1階も面白くて、滝見工事という昭和レトロな街並みが広がる飲食街があります。地元民にも愛される飲食店約20店が軒を連ね、この雰囲気を味わうだけでも楽しくなる観光スポットです。展望台の入場料は大人1500円、子供700円、大阪駅から歩いて10分ほどで着きます。総じて世界の建築トップ20にも選ばれた絶景楽しめるなにわの凱旋門、それがスカイビル。ぜひ皆さんもビュータイ。細かい情報は概要欄に載せています。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。てかなんか動画で撮るともっと綺麗なんだけど、それは嘘。